今日はクロッカス球根の整理が終わったので動画にしてみました。これは遅咲きの方の大輪の方のクロッカスの球根です。ちまちま掘り上げてたやつがこのように整理できました。こちら2袋に入れちゃった方がこちらです。でこちらがまだ袋詰めしてないのがこちら、このくらいに育ちました。大きいのですとこのくらいかな、こんくらい。小さいのはいっぱいちっちゃいのはありますよ。こんなちっちゃいのも取りました。結構な厚さになります。こちらが2箱目で3箱目、だんだん上の方になってきたやつ、こちら3箱目で全部です。こちら大きいのがこのくらいで、ちっちゃいのいっぱい、いろいろ大小さまざま。私はちっちゃいのも育ててるので数がどんどん増えますね。去年から比べると、去年から比べるって言っても比べようがないですけど、売っちゃったので、それでも売った分も含めて 1.5 倍くらいにはなったかなと思うんですけど、 1.5 倍、それ以上かな。大量に今回も取れました。これ全部植えるのは無理なので、半分くらいは販売したいと思います。結構いい確率っていうか割合で増えるのではないでしょうか。クロッカス球根第9の方の収穫の成果でした。